ここでも画面には映ってないですけど、アンデルソン・ロペスはかなりこう低い位置まで降りて、はい、まあ、前線にこう深さを取る人はいないという感じになりますよね。レベルの落としヤン・マテウスだ。ヤン・マテウス、スロービンク、セカンドボールにカバーしました。スロービンク決定機でした。左です。再び顔を出しました。長友です。内側に差し込んでシュートだ。阿部の抜き足でした。セカンドボール渡辺亮が入れた。ヘディングクロスバー、後ろから中川、この1ゴールに。ペロッチが競り合った後、阿部が前に送ってペロッチです。クロスのシュートでした。アラインのクロス、もうチャンス拾った。この左足ナイスキーパー、ソンボルゲン、渡辺がやってきます。大橋が残します。阿部が転がさせたぞ。仕掛けた鈴木明人が打った。こぼれ球に詰めてきた石原、迫力を見せました。湘南、さあ後ろから高橋が出てきた。出てきた。ではシュートあります。狙ってきました。ナイスキーパー、小島しのぎました。やっぱり枠を捉えます。阿部の右足ずれる可能性はありますよね。そこでどうだ。前田ヘディング来た。ナイスキーパーと豪快ヘディング。またソンボルゴル、見事なショットストップからのボール。まだ左利き、ドリブルがあります。で違いを生み出すことができます。外回って白井が来た。えぐってマイナスのフィニッシュ。ナイスキーパー大迫。今日もチームを助けました。守護神大迫圭介。江口洋介がフィニッシュしました。セカンドボールカカラーのダマ、山本裕樹、左サイド村田、村田が縦に仕掛けて左足弾いてジェバリ、ジェバリのシュート、長い人もいる。ニア、ここは跳ね返されますね。で、動くか、シュートだ。ディフレクトして鈴木優馬だ。ナイスキーパー。ここは西川のセーブです。広瀬のクロス、クロスが跳ね返していきます。で、動くか、ここからシュート狙っていった。飛び出しました。ヒロキはボールを奪った。酒井が持っていく。伊藤敦樹、酒井が走っていますが、ここは早くてシュートはブロック。トラップをして、秋元の落とし、そして荻原から